平成21年9月19日、JR 阿蘇駅前で定期観光バスの出発式が行われました。このバスは阿蘇谷小国郷をめぐる定期観光バスで、これまでできなかった大観峰へのバスでの観光も可能となりました。九州新幹線の全線開通など、マイカー以外での観光客の増加、また阿蘇九十観光圏歴史回廊熊本観光立県の推進もあり、この度の運行開始となりました。市内の運行スケジュールは1日1便で、阿蘇駅前を午前9時に出発し、各地で乗客を乗せた後、大観峰や手野の名水、阿蘇神社などの観光スポットを巡ります。また車窓から眺める阿蘇の雄大な景色も魅力の一つとなっています。